ゲスト会村井源さん、はい、よろしくお願いします。おすすめの電子版記事ということですね、はい、今回はなんとドラゴンボールの記事がおすすめですね。はい、俺が言うのか先言っちゃうんですか。確かに確かにじゃあせっかく見せたでしょ、ティンナさんのやり方。確かに確かにオリジナルの記事になるんですけど、うん、ドラゴンボールの、まあ、ドラゴンボールありますね、うん、あれの担当者をやっていた守衛者の社員が部下3人を引き連れて守衛者から独立してドラゴンボールの権利ビジネスをやるってことが分かったという、結構業界びっくりスクープだったんですよ、ね、これ反応しましたもんね。めっちゃ反応しました、すごい。お母さんにこれやりたいとかよく読んでるんですよ。いやもうじっくり読みました、はい、そうでね、やっぱこれ何よりびっくりなのは、うん、ドラゴンボール の、 その権利ビジネスの規模のデカさですよね。まあ、確かにこれ全体でこれまでドラゴンボールが叩き出した利益って3兆円って言われてるんですよ、うん、すごいね、すごいね、すごいちょっとした国の予算やんけ。そうなんですドラゴンボールってあの、うん、やったことないんですけど、ドッカンバトルってゲームがあるらしいんですね、スマホゲーム。そうなんですね。でこれの総売上が4800億円なんです、ゲーム一つで、うん、すげえ。でこの独立される方は、うん、その僕らの取材した段階で分かってる限りだと、うん、あの漫画の版権は守衛者に残るんですけど、うん、はいはいはい、ゲームとか映像の権利の方をやるっていう、うんうんうん、でもそっちがむちゃでかいもんね、もはやめちゃくちゃでかい。そっちはそうなんですよ、ね、実はでかくて、うん、あのドラゴンボールのコミックスの累計って2億6000万部なんですよ、うんうん、はい、でもコミックスがこれから爆発的に増えることはまずなくて、こちらの横展開の方のコンテンツビジネスの方がでかいんで、そっちをその3人が持っていくっていう、このめちゃくちゃ夢がある、うん、夢がある話でもさ、記事読んでると割と問題児っぽくにも見えるよね。見るとですね、居座ったりとかしてね、ドラゴンボール室に。なんかドラゴンボール室っていうなんか部署 があるね、はい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 、そこにずっと居座ろうとしたりとかして。そうなんですね、なかなかのね、ちょっとなんかそういう風に社内では、うん、その要は一日移動で外のドラゴンボール室で、うん、はい、移動を命じられたのに自分は移りたくないという風におっしゃったり、うん、それは会社員としてはダメですよ、うん、で結局でもその結果独立をしてしまったという、うん、これさ読んでって思ったらお前居座ったじゃん、うん、でなんかライツかなんかやってじゃん、はい、今度緊急独立でさ、結構むちゃくちゃな、結構流れとしては流れ筋としてね、筋論としてはね。で、うん、なんでそんなことができるんだろうってやっぱ不思議で思われるじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりその原作者の鳥山明さんに多分すごい信頼されてるんだと思うんですよ ね。でこれ記者があの、うん、さん、うん、あのちゃんと鳥山明先生に直撃しに行って言葉を引き出してるんですよ。新会社がですね、こうカプセルコーポレーションっていう名前なんですよ、ね、でもカプセルコーポレーションね、あのブルマの会社ですから、はい、これつけたのは、うん、あの鳥山先生なんですかみたいなのを直撃したら、うん、私じゃないんですみたいな、うん、はい、そのこういう名前されてびっくりしましたっていうコメントを引き出して、うん、言ってたね、まあ、それもその本人からもちゃんとなんか止めたみたいなことは言ってたよね。僕は止めたぐらいですみたいなことを言ってたんですけど、まあでもそのすごい信頼関係があることを伺わせるような感じで、うんうんうん、もう当事者全員に直撃をして、うん、もう一人でやったの、これ一人でやったんです。結構大変は大変だね。完璧な取材を元に、うん、あのこれ出して非常にあの業界で話題になってですね、うんうんうん、ドラゴンボールもあのこんななってるんだって、特に漫画がある出版社の方に、まあそうですよね、いろいろ言われましたね、うん、あ、まあ、確かに漫画の中でね、もうトップ5に入る代理店だもんね。そうなんですね、うん、この、 あの記事出た後にすごいあの最近の若い子ってそうなんだと思ったのが、うんうん、その漫画があるある大手出版社の人が、うんうん、最近はすごい優秀な東大出た、うん、コンサルに行くようなやつが入ってくるんだと、うんうん、あ、漫画に。でそれ何でかっていうと、うん、その若いうちに漫画編集部に入って、うん、すごいあの自分ですごいコミックスを立ち上げるとか、うんうん、大先生と親しくなって、うんうん、それをもって独立すれば億万長者になれるという、それの宣伝を描いて、なるほど、その一例なわけですね、これは。これはまさにその最大規模なもので、確かに今日本のもコンテンツで一番世界に出やすいじゃないですか。僕たちの漫画ですね。漫画ですね。漫画原作とかを、そう、ね、漫画原作。原作はね、原作なんか今作っている等ではあるんですけど、ね、やってはいるけどなかなか実現しないのよ。あ、そうなんですか。これ業界ジャンルが違うとね、住むスペースも違ってたりとかして、ね、ちょこちょこねオファーとかあるんだけど、うん、多分住むスペースがやっぱ週刊誌も全然違って、本当1年ぐらい放置とはそんなの平気にあるしね、あるある難しいよね。アニメやります、うちで。やりますか。このチャンネル、このチャンネルでね、募集して、募集して、あのほら今
プロジェクト進行中じゃないですか、はいはいはい、そこでそのなんか募集して、なるほど、人材を、人材を人材ね、でアニメーションを作って、アニメーションを作ると目指せ世界、目指せ世界どうも僕らの会社ってあんま漫画がないんで、うん、こういう世界はもう本当絵がないんですけど、うん、もう改めてこう取材してみるとやっぱ漫画、うん、ね、すげえなみたいな、そう、ね、漫画やろうにはならなかったんですか、かつて。だやってたんです、あ、やってたんです、で最近も、ね、あのやってるんですけど、うんうんうん、当然やってない期間が長かったんで、漫画の取りましたっけ、あの今ね龍馬が行くっていうの、龍馬が行ってますよ、うんうん、最近結構ようやく本当だ、今後仕入れてやり始めたんですけど、いやこれでもなんでしょうあのやっぱり突然漫画が現れるからなんでしょう、漫画雑誌ではないと思う、そうなんですよね、あるんですけどね、まあ、うん、僕らも頑張って漫画でなんとかやろうと思ってるんですけど、そうそうそう、やっぱこの漫画が中心になってる出版社とはもうやっぱ根本的にちょっと違うなって言って、まあ、あの僕なんか漫画のこと全く分からないんで、いや、やっぱりね、慣れないなと何回か言うつやつとかしたけど、うん、まあ多分ね、考えてるのが常にビジネスだし頭の中ね、はいはい、うん、まあ、編集者と話してもね、だからそうそう、そこでちょっと地位をつきすぐったらなかなか大変な作業だなっていう感じはしたよね、ちょっと同じ出版業界で全然違いますよね、異空間ですよ、空間がね、そんな違うんですね、そこを外から垣間見たというそういうですね、いやだからこれはちょっとね、なかなかそういう利権を垣間見て、俺らも漫画参入しなきゃいけないって決意を新たにそういうきっかけになってよかったです電子コミックとか流行ってるから、うんうん、電子版でオリジナルの漫画出そうよみたいな、ね、やりたいんですけどね、でもやっぱり漫画にこう詳しい人がまずあんまりいないっていうのは前提としてあるんですよ、ね、今は結構いろんな漫画経験者の方が来ていただいて、うんうん、これから大きくしていくんですけど、もともとやっぱり、まあ、僕なんかみたいな社員が多いんで、うん、週刊文春と月刊文春と、うん、ノンフィクションばっかりみたいな人と、うんいきなり漫画やろうと思ってもできないんですよね、そうだ、カプセルコーポレーションから一本釣りしてきていやとってもとんでもない金額がね必要だからね、絶対釣れないと思います、ね、釣れないそうカプセルコーポレーションの方が絶対儲かりますね、それそうですね、これを書いたマイキ社は僕のファンらしいんですよ、あ、そうなんですか、ファンっていうか、まあ、僕はあの辞めた後に入ってきた人なんで、はい、どういうことですかファンって、なんか一回紹介されて、はい、なんでファンの子はちょっと理由がわかんないんですけどなんか本を買いましたみたいなこと言われて今そうそうそう若いその週刊文春記者は、はい、やっぱ文春あ元文春記者チャンネルめっちゃ見てるんですそうなんですか、チャンネルだ、あ、そうなんだ、で見てて、はい、なんで当然その出てるのかなんて言ったら、まあ、見て知ってるじゃないですか、赤井さんと文春さんねみたいな、はいはいはい、そっからこうファンになって知らないけどちゃんとこうフォロワーがいるんですそう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 らしくて、それで会って、あ、そうですか、本も買って読みましたとかね、頑張ってねみたいな感じで、まあ、聞くとやっぱりスクープもポツポツやり始めて、あ、そうですか、これからグッとくんじゃないかなと、いや、ね、いいですね、喜んでると思います、うんうん、仲間に引き入れましょう、そうね、顔出し OK なのかなどうなんでしょう、もともとサブカル業界から来たっていうね、そうそうです、ちょっとまた毛色のカットした記者なんですね、いい記者ですよ非常に、うん、いや、いい記者でしたね、